東京都小金井市で7日午後、回送中の路線バスが道路脇のアパートに突っ込みました。7日午後3時45分ごろ、小金井市で回送中の路線バスが蛇行走行し、信号などをなぎ倒した後、道路脇のアパートに突っ込みました。この事故で男性運転手がけがをしましたが、通行人などにけが人はいませんでした。警察が事故の原因を調べています。